オランダ語とフリジア語でヘイレンフェーンはオランダ北部のフリースラント州の基礎自治体。2017年の人口は5201人。州トレイワルデンの東南東約2 9キロメートル、首都アムステルダムの北東 95km に位置する。この自治体の由来は1551年に燃料とするためのデータンを採掘するため3人の領主によって 作られた集落を基礎としている。自治体の名前である部屋は、領主フェーンは、データンという意味である。この町は、都市圏を得たことがないことから、フリースラントの基礎となった11都市には数えられないが、現在では、フリースラント州の中では、大きな都市のうちの一つに数えられる。ヘーデンフェーン基礎自治体の、主な地区は次の通りである。CBS 統計による、 ジャベーガ地区人口はシュレイガも含んだ人口。北ホラント州のザアンダムと、ドイツ国境のライデルラントを結ぶ高速道路 A7 と、レイワーワルデンとドレンテ州のメッペルを結ぶ高速道路 A32 が、自治体を通過している。オランダ鉄道のヘ連レンヘン駅は、レイワーワルデンとアムステルダムを結ぶ、鉄道幹線の駅であり、レイワーワルデン行きインターシティが1時間に2本。 ロッテルダム行きインターシティが1時間に2本停車する。アムステルダム南駅へは所要時間2時間10分程度である。ありがとうございます。